福山です。福山です。ここは福山です。福山です。ここから総社の方まで、はい、ちょっと遠出をしラーメンを食べに行きたいと思います。ちょっと大食いということなんです。デカ盛りなんですが、はい、かきたこだけちょっと一旦行きましょう。一旦かきたこだけ行きましょう。はい、買ってきました。買ってきました。匂いがやばい。10分かかりましたからね、これ。じゃあ、まずどんな感じか。で、ちょっと失礼しますよ。あ、牡蠣。タコの代わりに牡蠣。ちょっと一つ。はい。さよなら。うまい。うまいよ。いやもうデフォルトやばかったもんだって。デフォルト？デフォルメ？デフォルト？デフォ？デフォ？ビジュアル？あ、正解。ビジュアル。ビジュアルな？ビジュアルがやばかった。ビジュアルも違うんかな？いや合っとるよね。うん、てかね、絶対ネギ美味しいよね。うん、ソースとマヨネーズ、これやばい。え、もう一個いっとく。出発そろそろして、そうですね、40分ぐらいかな。40分、はいはい、ナビで。今日はどちらへ。今日は総社の方へお出かけしたいと思います。はい、じゃあ総社へラーメン食べに行きます。ラーメンです。ただちょっと今牡蠣、タコ食べちゃった、ね、食べちゃった。まあでも絶対食べれると思う。ちょっと怖いけど、前情報だけしかないって。そう、大体こう持ってくるラーメンとかってね、やばいからやばいっつってなるからね。一応ネットの情報をちょっとご紹介したいと思うんですけど、うん、はい、麺2玉あります。麺2玉、そして山盛りのもやし、きくらげ、炒めたものが載っております。やるね、やばいじゃん。そして、うん、揚げ物もあるらしいと。揚げ物、はい、揚げ物も載ってるらしい。やばい、情報やばい。もうちょっと情報だけで言うと何食べるんだっていう。いや本当に、ラーメンなのか炒め物なのか揚げ物なのか、もうないかもわからない。ただ焼き飯も美味しいらしい。まあ、とりあえず向かってみますか。はい、向かいましょう。はい、倉敷です。倉敷で降ります。降りるんですね。降りちゃいます。もうちょっと行くんかなと思う。ただこっから10分も経たない、うんうん、10分もない。マジか。早い。ちょっとお腹のコンディションさっきの。そうなんで、ちょっと住所が住所だったんで、はい、まだまだかかるかなと思ってたんですけど、うん、なんとあと8分。早いっすね。到着しました。マジでびっくり。ラーメン、いいの。はい、行きましょう。
ました。どうすん、やばやばこれ。これはやばい。やば。じゃあいただきましょう。半分ぐらいかな。ちょっとこぼしてきたないけどだいぶ鬼を退治できたんじゃないかなと思うのでさあ頑張りましょうここまで来ました。結構きてる。器に入れたら普通に一杯みたいな。ラストスパートです。完食です。おめでとうございます。きついきつい。あとは これだけ食べて完了です。すみません。食べ終わりまして、食べ終わったというか食べてきました。どうでしたか？ですね、もう苦しいです。苦しい、苦しいです苦しい。まあマジでもやしの量、そうね、もやしの量はやばかった。麺も多分多かったと思うけど、もやしのインパクトがなんとも事故、もやしのインパクトがなんとも言えなかった。今そうだね、あれはもやし、なんかトータル3キロでしょ、ラーメン自体ね。ラーメン自体が3キロで、麺2玉、太麺、もやし1キロぐらいあったんじゃない？もやし1キロ食べましたね。いや、まあ、じゃあ二郎系の人ってすごいよねって思う。そうだね、やばいね二郎系のやばさ、二郎系のやばさたるやみたいなね。エビ天が美味しかった、私。エビ天ね、俺あのエビ天ちょっと年末にあの年越しそばにのっけるような衣しっかりめの、そうなんで、ね、サクサクなやつちょっとびちゃびちゃにして食べた。私あつけてね、そう美味しいかなと思って、スープ確かにびちゃびちゃ、確かに表現悪かった、表現はめちゃくちゃ悪い。あととんかつ、俺とんかつが案外うまかった。そうだよね、揚げ物がって言った割にうまかったって言うから、そうあら珍しい。そうなんよね、普段ダメなんだけど、年だから本当に胃がねすぐもたれちゃう。そう普通
かつでした。でしたね。ここかな、降りるのは。ここじゃね。もう早速走ってますけど、次は、はい、どこへ。この季節といえばっていう。この季節といえばというところ。消化。歩く歩く大丈夫。運転しながら酔う。